ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員。さあ試合開始、サイ君このボールをコントロール、奪い返した、さあ軽やかに待った、ドローク世界的でカット、鮮やかなジャンプ、あとドリブルを見送る、まさに走るダンプカーだ、ナイスプレー、ドローク激しいタックル、3ゴールパスを回す、3ゴール、これは何だ、僕がチームを勝たせるの、テクニカルなシュート、お見事、華麗に止めた、ダイレクトでパス、これは意表を突くドリブル、相手の裏をかいた、ナイスプレーだね、激しいタックル、ここでパスカット、ここは勝負をかけた、セック君素早く横にカウント、タイムを決めた、ジャンプ1番かわした、ヘルビンを切り裂く、ナイスプレーだ、これは容赦のないポストだ、スカイティにかわしていく、飛んでかわした、技そして力の融合、これはドッキリ、ものすごいシュートだ、そこだ、横に飛んだ、ゴール隅に突き刺さった、やったぞ、ゴールを決めました、成功、
ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。ここからチャンスを作れるか。チョーク、ボールを奪うことができません。よくここで鋭く反応。当たりをするも決まった。聞いたか。新人が見事にゴールを奪いました。諦めるんじゃねえぞ。それファイ君、ロングパスを奪います。ジャロ、ここで奪った。なんと、もらったよ。ジャンピング2だ。ここはパスに切り替えた。上から抜いた。なんだと。後ろに下がった反動を利用してダンス。そしてゴールのボレーシュートだ。ああ弾きます。ここからセンタリング。クロスに合わせに行く。ノリアーレフト君、ゴールを止めてこのシュートを迎え。よし、狙い通りだ。ノリア、諦めるんじゃねえぞ。このパスをトラップ。パスを回す。ファイ君、パスを出します。ここは狙ってます。鮮やかな前転で突破。ここだ。ナイスプレーだ。鮮やかな前転で突破。ディアラ君、ここは抜かせません。パスを出します。セック君、センターラインを攻めてる。チャージが決まった。セック君、ゴール前に持ち込んだ。ナイスプレーだね。激しいタックル。渾身のパスを味方に送る。よし、このパスが止まります。ドリブルと見せかけてパス。ここは勝負を避けた。止められない。ナイスプレーだ。前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。サイク君、ここはパスを出した。3ゴール。パスを回す。ドリブルでボールを運ぶ。くらえ。ゴールはもらった。軽やかなステップからシュート。これがネットに突き刺さる。このやった。くらえ。ゴールはもらった。油断は禁物だ。ソラ、これは南米式のトレーニング。ボールは友達渡しません。ゴールを割らせません。アウェーチーム、後半戦キックオフ。素早くつなぎます。ここはパスに切り替えた。サンゴール君、ボールを狙うも届かない。あ、かわした。ヌベング君、ボールを奪うことができません。サール君、敵陣へ攻め込みます。止められない。ファイ君、ボールを狙うも届かない。このタックルは不発に終わります。あと、ドリブルを見送る。若島津君、ゴールに持ち込んだ。ノリア、ボールと真っ向勝負。アーメット君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。セネガル、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。次々にかわしていく。体ごとぶつかっていった。ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。これで上から抜いた。軽やかになった。ナイス。ヌベング君、ここは抜かせません。ジャロ君、センターラインを越えて攻め込む。セック君、ボールを奪うことができません。上から抜いた。軽やかになった。ナイスプレー。さあ、ゴール前です。まさにフィールドの貴公子。華麗に舞い、空中でボレーシュート。見事なゴール。みんなのおかげだ。これよ。
大丈夫、頑張ろう。はぁ、サール君、ここはパスを出した。よっとすり抜けた。セック君、センターラインを越えて攻め込む。ジャロ君、ゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。ルベル君、そのパスをカットします。チャージが決まった。ゴールはもらった。ハロカのようにゴールを狙う。高いボールに合わせ飛んだ。あっ、ナレイチ、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。なんだって。ディアラ君、激しいタックル。サーブを出します。セック君、ゴール前に持ち込んだ。ボールを奪った。ここから長い距離のパスを狙う。それこれは南米式のドリブルだ。センターラインを越えて攻め込む。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのままシュートに行った。横跳びで鋭く反応。あっと、これを弾いた。このボールを拾います。これは南米式のドリブルだ。猛獣のごとく強豪のシュート。そこはロフト君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。さあ、ボールを抑えた。これはまさに全力のシュートだ。このシュートを正面から受け止める。ボールはまだ生きている。絶妙なインターセプト。は、激しいタックル。これは意表をつくドリブル。肩ごとぶつかっていった。もらったやつ、ライジングが決まった。左へパス。ここは抜かせません。激しいタックル。パスを回す。ワンタッチで送る。相手の裏をかいた。それ、これは意表をつくドリブル。止めろ。相手の裏をかいた。連続突破で見せます。まずい。相手の裏をかいた。そんな、これは意表をつくドリブル。止めて。シュート。惜しくも枠の外。セネガル、ゴール前からどう展開していくか。セック君、このボールをコントロール。鮮やかなジャンプ。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていた。まさに走るダンプカーだ。チャージが決まった。ジャロ君、ゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。ここで奪った。鮮やかなジャンプ。みんな、ここだ。ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。サンゴール君、力を込めて決まったシュート。シュートを打ち返しに行った。これを正面から抑えに行く。あっと、これを弾いた。いけ。ボールを持った。ストラ、ここはパスを出した。おっと、よし、交代だ。チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。セーフ、パスを出す。セック君、シュートまで持ち込めるか。任せます。このシュートに反応している。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。サンゴール君、激しいタックル。カマラ君、パスを回す。行くぞ。ダメちゃん、ショットだ。シュート、ダイビングキャッチで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。サンゴール君、このパスをカットします。必ず決める。なんというテクニックだ。まるで魔法のようなシュートが放たれた。このボールを飛びつく。若島津君、横っ飛びでキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ロングパスを受けます。ボールダッシュ成功。それ、ドリブルと見せかけ、アウェイチーム、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに